これで大丈夫かな？ちゃんと録音できてるか？よし。それじゃ。これは記録だ。僕は今、とんでもない体験をしている。声優人生20年の中で出会ってきたどのフィクションよりも信じがたいこの世界の真実に触れている。始まりは、僕がかつて出演した作品の台本から現れたサマエルと名乗る存在との出会いから。そう、ここはまるで煉獄だ。恍惚に至れるエゴの玉座。ただための孤独、しがらみの孤独と孤独ごとごとごとに今度白をすすり知る。こいつは孤独、立ちふさがるトレンド。大名を剣じまして、ただひたすら己が道へ振りかざした。味方のモーターの OK 繰り返した。味方にボー
透明な境界は彼方まで Divide 触れ合うことはない。乾いた空気に潤んだ目が僕らを繋いだ。 We believe in our plan。 幾度朝が来ても出会いに注ぐ歓喜の歌響かせ合う。 Your way, my way。 追い風を受けて開いた空を切り裂いた。地平の Cross of Light、 祝福のサイン、新しい世界が生まれる。たとえようのない美しい光、僕らが交わした誓い。 This is the fate, this is the grace。 なぜ出会えたんだろう。 This is the pride, this is the life。 その答えを見つけ出そう。消えかけて今自分はどこにいるんだろう。ありもしないような暗がりに気を取られ、悟ったかもして諦めてるのかい。ためらったまま嘆くうちに嫌な誓いを生まれ変われ、もっと苦手に描き出そう憧れた未来を。